ジコジはメルヘンの国に住んでいます。コジコジの住んでいるメルヘンの国です。この前の魔法の筆記テストを返す前にみんなにちょっと話がある。よく聞け。静かにこの字を見なさい。今回のテストで先生は呆れた。みんな先生の教えたことが全然分かってないな。どうして勉強が大切なのか分かってないな。先生、僕らなんで勉強するんですか。勉強なんてしなくても生きていけるのに。本当だよね。ここはメルヘンでファンタジーの国なのにね。そうね。でも私は勉強好きよ。だっていろんな魔法が使えるようになったり、楽しい歌を教えてもらったりするでしょ。へえ、ペロちゃんは偉いね。ちっとも。おい、どうです。なんだ。今からクイズを出すぞ。え、クイズか。あんまり興味ないな。いいからいいから。さあ、今からクイズです。私は王様なのになんで学校に来ているのか。さあ、どうぞ。ね、答えは。あれ、わかんないの。ねえ、しっかり考え込んでるわな。無視しないで答えてよ。やだ。意地悪ね、答えてよ。なんで勉強ってしなきゃならないのかな。こじこじ、お前なんで勉強するのかわかるか。知らないよ、全然わかんないよ。こじこじは一回も勉強ってしたことないよ。お前一回もってすげえ。そんなこと胸張って他人に言えるのもすげえ。答えてよ。はい、静かにしろ。なぜ勉強が大切なのか説明するぞ。メルヘンの住人は
人間を楽しませる使命がある。それがメルヘンの住人の役割なんだ。ミッキーマウス、スヌーピー、ドラえもんなど優秀な者たちを見たまえ。ああいう風に立派になるために勉強をするのだ。なるほどね。ミッキーマウス？それ誰？お前ミッキーマウスを知らない？マジ？じゃあスヌーピーもキティちゃんもアラレちゃんも知らないの？うん、知らない。マジ？こじこじ、君は勉強不足だぞ。勉強っていうの一回もやったことないよ。バカ言うなよおめこじこじ、君は3年間も学校に通っているのに一回も勉強したことがないなんてふざけるな。ふざけるってゲラゲラ笑いながらパンツ頭にかぶって走り回ることでしょ。まあな、それもふざけるの一種と言えるな、うん、先生、そんなことよりさっき言ってたミッキーマウスって友達になりたいよ。写真見せて。ミッキーマウスの写真は今ここで見せるわけにはいかない。いろいろ事情があるのだ。だがこれだけは言っておくぞ、コジコジ。君が友達になれるような相手ではない。友達になれないのは分かったけど、なんで写真はここで見せちゃいけないの？ミッキーマウスって丸裸で写真撮ってるの？無断でキャラクターを使えないのさ。ウォルト・ディズニー・カンパニーは厳しいからね。お、ハレハレ君は難しいことをよく知ってるな。いいぞ、その調子で頑張れよ。ハレハレ君が照れてるよ。本当だ、口をもごもごしちゃってるね。嬉しいだね。ハレハレ君は照れるといつも口をもごもごさせるね。面白いね。だけどハレハレ君は笑わないよね。でも嬉しいんだね。ハレハレ君は無口なのに、さっきはどうしても言いたかったんだね。とにかく勉強は大切なんだぞ。よし、テストを返すから順番に取りに来い。お、こじこじ、いいぞ。君もやる気になったようだな。黒板に書いてある字が読めないけど、なんていう字ですか？な、ん、だ、て。ゲー、たったの10点、嘘。えへっ、私は85点だったんだぞ。ふーん、ゲランは王様なんだから85点くらい取れて当たり前ってとこだろ。え、ちょっとちょっと、もっと褒めてよね。めんどくさいな。あー、立派立派。はい、これでいい。あー、もっと心の底からちゃんと褒めてほしいよ。うるさいな。あーれー、ふん、ふんふん。あ、おお。おい、どうこつ、スヌーピーのサイン会があるんだって、一緒に行こうよ。いや、私は別にサイン会には興味ないから行かないよ。冷たいこと言わないで一緒に行こうね、ね。やだね。え、あ、ペロちゃん100点、すごい。まぐれよ、前の日におさらいしたのが出ただけよ。ペロちゃんって何でもできるのに謙虚で偉いね。いや、カン君、君はペロちゃんに恋してるね。恋？俺ペロちゃんに恋してるのか。うわ、あー、沸騰した。ちょうど湯飲みがあるからお茶にしよう。便利だ便利だ、俺にもお茶くれ。カジカジも、わいわい、お茶だお茶だ。夜間くんって時々沸騰してお茶を沸かすよね。うん、僕は夜間くんと同じクラスになってから彼の出すお茶の味に興味を持ってるんだ。今まで一度も彼のお茶を飲み逃したことはないよ。へえ、亀吉くんがそんなにお茶に興味があるとはな。
うん、意外な事実だろ。え、意外たいじじいだろって言ったの？意外たいじじい。うん、意外な事実だろって言ったんだ。なんだ、やっぱり意外たいじじいだろって言ったのか。母ちゃんに怒られちゃうよ。うちに帰りたくないな。次郎くん、元気出しなよ。これを見てごらん。楽しいよ。どれ？名前を間違えてマイナス5点になってる。0点以下の答案なんて初めて見たぞ。よかったね。初めて見たなんて余計楽しいね。先生が後で来いって言ってたけど、お菓子かケーキくれるのかな。おい、期待しない方がいいぞ、絶対に。ジョニーくん、遊ぼうよ。ちょっとジョニーくん、返事くらいしたらどう？ジョニーくんはいつもあんまり元気がないね。ええ、もっと元気よくなってくれればいいんだけど。な、スヌーピーのサイン会のことなんだけど。君まだそのこと言ってるのかい？だってだって、サイン欲しいんだもん。サイン集めてるんだもん。なんで？わかんないけど、欲しいな。こちこち、一緒に帰ろうよ。うん、帰ろう。おい、待てよ、お前。何かよ。今日は山へは行かないよ。何言ってんだ、お前。先生に呼ばれてるだろ。あ、そういえばそうだったね。全然忘れてたよ。先生が何かくれるかもしれないんだった。あいつ。じゃあ。え？行ってくるね。職員室に行くだけでわざわざ飛んで行くなんて。横着だな。こじこじ、君は毎回0点だったのに、今回は名前さえ間違えるなんてひどすぎるぞ。自分の名前も書けないようでは、これから先生きてはいけないぞ。大丈夫だよ、こじこじは死なないもん。名前が書けなくても生きてられるよ。死なないんなら名前が書けなくても生きていけるな。うん、口答えするな、こじこじ。先生が、うん、立ち上がったぞ。大体君はな。先生だいぶ怒ってるね。うん、こじこじ大丈夫かな。君は向上心がなさすぎる。毎日一体何をしているんだ。え、毎日？もうあのね、空飛んで遊んでね、そんでお菓子食べて、山に行って遊んだり、海に行って遊んだりね、あと寝たりしてるよ。何？遊んで食べて寝てるだけじゃないか。え、悪いの？遊んで食べて寝てちゃダメ？あいつよく言えるよな、先生にさ。うん、度胸あるよね。普通言えないよな。言えないとも、遊んで食べて寝てるだけの人生ですなんてさ。いくらずうずうしくてもな。うん、盗みや殺しや詐欺なんかしてないよ。遊んで食べて寝てるだけだよ。なんで悪いの？勉強はどうした？立派なメルヘン者になるために勉強しろ。いいか、こじこじ。学校へ通えるのも、みんなメルヘンの国の人たちがお金を出してるんだぞ。なぜみんながお金を出してくれるかわかるか？わからないな。よし、先生が今から教えてやろう。この国の人はな、立派なメルヘンのキャラクターが人間界で活躍してくれるのを期待してるんだ。だから学校を無料で開いてるんだよ。わかったか？わかったよ。学校はタダなんだね。安心したよ。そんなことを言ってるんじゃない。こじこじのやつすげえよな。うん、あそこまで物分かりが悪いのもね。
あ、ジロー君とコロスケ、何を見てるんだい？今コジコジが先生に叱られているんだ。なんか怒られるようなことをしたのかい？いや、コジコジのやつテストでマイナス5点を取ったのさ。マイナス5点？どうすりゃそんな点数になるんだ？うん、間違えたって普通は0点止まりだよな。それがコジコジのやつは自分の名前まで書き間違えたんだ。自分の名前を？普通じゃ考えられないほどあいつはバカバカしいやつなのさ。そりゃ先生に怒られても仕方ないな。だけどあいつ全然平気なんだよ。本当だ、全く反省してない表情だね、あれは。おーい、正月くん、夜間くん、一緒に帰ろうよ。うん、それじゃ二人ともまた明日な。またな。なあ、みんなで何を見ていたんだい？ああ、なんかこじこじが先生に怒られているっていうからちょっと覗いてみてたのさ。なんで怒られてるんだい？テストでマイナス5点だったんだってさ。マイナス5点？マイナスなのかい？うん、俺もそれを聞いた時にはちょっと衝撃だった。どうすりゃマイナス5点なんて取れるんだよ。全部間違えた上に名前まで間違えるとそうなるらしいよ。なるほどね。コジコジなんてカタカナの名前なのにな。うん、決して難しい名前じゃないよな。難しい名前だって普通間違えないよね。うん、あいつ何のために学校に来てるんだろう。何のために来てるんだろうね。本人に聞いてもあんまりよくわかんないんじゃないかな。コジコジ、君は偉くなりたくないのか、立派なメルヘン者になりたくないのか、世界中の人に愛されたくないのか、どうなんだ。先生、今お腹空いたでしょ。大きい声出したから。おい、先生を見ろよ。見てるとも。まずいよな。かなりね。私は教師として道に迷っているのか。この混乱、この気持ちは何だろう。ノイローゼ、チアノーゼ、チアガール。コジコジ、君将来一体何になりたいんだ。それだけでも先生に教えてくれな。コジコジだよ。コジコジは生まれた時からずっと将来もコジコジはコジコジだよ。真理だ。負けたぞ、先生の負けだ。すごい、なんか感動しちゃったね。なんかガーンときちゃった俺。本当だよね。僕だって雪だるまさ、これからもずっと。俺も二郎さん、ハンギョドリの二郎、ずっとずっと何者でもない自分なのさ。コジコジ、君はすごいよ。おい、スヌーピーのサイン会のことだけど。何？私も行ってみようと思う。ほんと？やったよ。その夜、ジロー君の家では？ジロー！何これ？テストで28点って！大バカ！あんた将来立派なハンギョドリになれなくてもいいのかい？母さん、俺、二郎だよ。二郎は今も将来もずっと二郎なのさ。バカ言ってんじゃないよ。ずっと二郎じゃ困るんだよ。二郎なんてさっさと捨てて、ミッキーでもスヌーピーでも何でもなって楽させてくれ。口ん中切れてる、痛え。
あ、こじこじ何してるの？遊んでいるんだよ。もう眠ったら？うん、じゃあそうするよ。次回、頑張れジョニーくんの泣き。